岐阜の異端宅です。マーダーミステリー勢、今回の役職はこちらです。共犯者ね。共犯者です。この部屋はね、まあ、デホ部屋の殺人犯が連続殺人犯になって凶器1個減らしたっていう、ね、そういう感じやで。さよるの行動。共犯だから凶器は、まあなくてもいいな別に。ノーアイテム。難しいな。さあ話し合い。よし、ちょっとね、大活躍して。勝ちたいね。ノーアイテム。アイテムゼロ。アイテムゼロ。ダメだ、ダメだ。エマが鉄パイプ。エマ鉄パイプだっけか。鉄パイプだけね。エマ鉄パイプだけ。汽車出して終わりかな。汽車出して終わりかな。カミングアウト。エマパイプで、はい。客は出んでいいんじゃね。まあ出てもいいけど。落ちてた。客人も出た。お、客人も出るのね。客人も出すのね。客人出した方が強いんかな。まあ連続殺人犯だしね。え、そのどこ見るかとか決めるの。どこ見るかとか決めていいんだ。決めていいんだ。共有行くから客室。客室？待って。書斎、応接ラウンジ。ああ、そういうことね。客人は人の部屋に入るんか。なるほど。客人は人の部屋、記者は共有スペースに行くっていう感じだな。ということは、俺は、あれだな。共有スペースに行って、凶器を隠す。これが重要やと思う。さよるの行動。まあ、3分の1で、凶器あるんで共有スペース行けば。まあ、それを隠すのめちゃくちゃ重要やと思うんで。はい。じゃあ今回はラウンジに移動します。これ隠せたらでかい。あー、ない！ない！これは、これは辛い。おー、バニラ。バニラ。バニラだけか。残念。話。なんやったっけ？ラウンジのアイテムか。言っとくか。ラウンジの、って言っとくか。あ、かぶった。かぶった。ミカの、ふむふむふむ。めっちゃかぶるやん。めっちゃかぶるじゃん。めっちゃかぶる。無駄やな。こんだけいるのに何の情報もない。やった。やったやったやった。何の情報もない。何の情報も更新されないな。客人が一部するか。まあそうだね。うん、ミカかなり渋いね。ミカ白濃厚かな。白濃厚だね。ジェシカ誰打ちたい？俺以外で頼む。ミカには打たないでいい。うん。さあ
ロディ、ノーテム、ミカノを全員動いたんやな。全員動いとる。ミカも？あ、ミカは動いてないんか。てか、ステイミカだけなんだね。てか、ステイミカだけ。ミカだけなんだね。ショーンはソフィア。みんな動くんやな。うん。みんな行動力。行動力パネー。パネー。私撃つ。矢を見られたいのはエマ、ソフィア、ショーン。眠くて会話がすみません。で、一族は記者、いやいや、いいじゃん、別に。いや、ミカさん、ジェシカがミカに一部か。え、だって共有いけば、3分の1で、狂気、見つけれるわけやし。わけだから合理的じゃね？その合理的じゃない？客室は5分の1、客室だと。うつなら私にしても構わへん。1分前。そんなん考え方の違いじゃん。考え方の違いだから、だから仕方なくね。うん。俺が共有で凶器見つけたら殺人犯の凶器確定した。30秒。ああ、いいよ。ごめんねって言っとくわ。俺、議論で勝っちゃった。議論で勝ってしまった。俺、敵なのに。うん。俺、敵なのに議論で勝っちゃったよ。うん、10秒前。うん。ソフィーかミカに一部ね。ん？リレー？ちょっと詳しく。リレー詳しく。うん、リレーって何？リレーって何？この部屋楽しい。お、まあ、確かこれエマが建てた部屋じゃないの。ほら、エマが建てた部屋、自分で言っとる。30秒前。さっき言ったけど、ほうないジェシカ、ショーン、ミカでリレーか。待って、死ぬじゃん。ミカに一部したよ。10秒前。ありがとう。死ぬじゃん。やめてよ。もうつまらん。告発。うん。信用不敬。まあもう凶器はどっか行っとるで。ロディ。
もう一人。もう一人。お、お、いいね。え、ワンチャンあるぞ。ワンチャンあるぞ、これ。お、勝った。勝った。連続殺人犯強え。連続殺人犯めっちゃ強え。やるな。勝ったよ。強っ。ショーン共犯で、スーザン来た。今連続殺人犯マジ鉄パイプ、あ、正直に言ったんや。あ、すご。ロディ一族、ソフィア一族、ジェシカ客人、ミカ愉快犯、バニラ一族か。あ、すごいじゃん。今狂気言ったんだね。すごい。すごいな。うん。じゃあ実質情報なしやったよな、うん、今正直やったな、うん、え、連続強っってか一族全員動いたんだね。一族全員初日に動いたのか。なるほど。正直殺人犯やったな。なんかもう一回やる？おういいよ。おう、立ててくれたらやるよ、うん、立ててくれたら入るよ、入るよ。エマ強いね。もう一回やりますか。なんか意気投合しとる。意気投合しとる。バニラ書斎で死んだんや。へえ。最後までご視聴いただきありがとうございます。動画面白かったら高評価をぜひよろしくお願いします。次の動画も見てください。ではありがとうございました。